初代コンスタンティノープル宗主教の一覧、聖主とアンドレアスの遺婚東ローマ帝国の相当の和紙を受け継ぐコンスタンティノープル宗主教の一覧の文章。コンスタンティノープル宗主教は聖教会で筆頭の核を有する宗主教。日本ハリストス聖教会の方針例ではコンスタンティノポリ宗主教と呼称される。コンスタンティヌーポリ宗主教グリゴリオス五聖宗主教座法に一覧における。 カタカナ転写はあくまで一例であり、正確な発音、転写を保証するものではない。518年から867年、867年から1206年、1207年から1453年、1454年から1821年、1821年。現在、ありがとうございます。